日本愛知県岡崎市、柏山町。柏山町は愛知県岡崎市のぬかた地区にある地名である。定番を持たない単独町名であり、61の小技が設置されている。町内には男川が流れており、北側は森林、南側は水田や住宅地になっており、ぬかた地区の中心部になっている。南部には国道473号が通っており、 2016年2月13日に新東名高速道路の岡崎東インターチェンジが開通した。2019年5月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ぬかた郡、柏山村を前身とする。古くから人が住んでおり、 新東名高速道路建設時の2009年に、町内から発見された西牧の遺跡は、旧石器時代から、江戸時代にかけての複合遺跡である1350年、抜た軍一機で、足利忠義側に味方した、柏山十郎義種の名が、尾身川国抜た軍佐、官能元年12月10日上げを旗一機人数、興味注文時に21人中の一人として存在する。 これが柏山村の名称の語源とされる。1590年に岡崎城主、田中義政領になり、1601年に天領、1633年に戸田宇実根治業所、1688年には大垣神殿藩に移り、明治に至った。江戸時代にはしばしば飢餓が起こり、遠方、天命、文政の三回はかなり深刻だったという。 ありがとうございます。